こんにちは、皆さんいかがお過ごしでしょうか。群馬県は2020年5月14日にですね、緊急事態宣言が解除されました。緊急事態宣言が出たのがね、7月7日ですので、まあ、1ヶ月以上にわたってね、外出の自粛を求められていたわけですけれども、緊急事態宣言が終わったので群馬県はね、高崎駅前に来てみましたが、やっぱりこれすごい人が少ないですね。人も少ないですし、車も少ないですね。現在ね、6月30日まで群馬デスティネーションキャンペーンの期間中なんですけれども、SL とかね、リゾート山鳥とか臨時列車はすべて、運休ということで、特にね、鉄道的に面白い、ネタっていうのはないんですけれども、あまりにもね、この家の中に、いて、全然外出してなかったのでね、たまにはというか、本当に、久しぶりにですね、ちょっと出かけてみようかなということで、今回はね、信越本線、横川駅までですね、行ってみたいと思います。車内に忘れ物なさいませんお注意ください。折り返し50分発新鮮横川駅です。それ以上お客様過ぎましたらどうぞご乗車ください。4両編成で運転してまいります。先頭は4両。
所では感染症対策のため駅到着時に全てのドアが自動で開きます。合わせまして空調装置による換気を行っております。お客様におかれましても引き続き自治チケットと感染症拡大防止対策にご協力をお願いいたします。次は高坂駅です。
横川駅に到着しました。駅前にタクシーが止まってますけれども、まあ、全然ね、お客さんいないですね。こちらが峠の釜飯で有名な荻野屋さんの本店ですけれども、休業中ですね。峠の釜飯は横川駅の売店と横川店では販売をしておりますっていうふうに書いてありました。休業中の薄い峠鉄道文化村です。現在のところ5月31日まで休業ということでね、発表されています。3月21日に、記念セレモニーをする予定だった特急朝までかつて使われていた189系電車です。再塗装されまして、この車内もね、修復されたようですね。この左の看板のね、越後屋食堂さんっていうのは、かつてはこの、国道18号線、この道路の右側のね、今空き地になっているところにあったんですが、まあ、火災で、まあ、全焼したっていうことでね、薄い峠鉄道文化村内に、店舗を移転して、まあ、再オープンしたそうなんですけれども、まだね、ちょっとそこには行けてないですね。5月中旬っていうのはね、まあ、この薄い峠で、まあ、この新緑がですね、まあ、一番綺麗に見られる時期なんですよね。で、まあ、群馬県はね、まあ、緊急事態宣言解除されましたけれども、まあ、隣の埼玉、東京などはね、まだ解除されてないので、まあ、県境をまたいだ移動はね、まあ、引き続き自粛されている方が多いと思うので、まあ、非常にね、まあ、ちょうどいい時期なだけにね、まあ、残念な気がしますよね。まあ、今回はね、まあ、1ヶ月以上に及ぶステイホームのリハビリということで、まあ、高崎から信越本線の普通列車に乗りまして、この終点の横川駅で降りて、文化村の周りを一周回ってみたっていうだけの動画なんですけれども、まあね、まあ、これからどうなるのかちょっとよくわからないですけれども、今ね、まあ、6月30日までが、群馬ディスティネーションキャンペーンということで、本来であればいろんなイベント列車とか臨時列車とか走っていったはずなんですけれども、まあ今回のね、群馬ディスティネーションキャンペーンは全くもうね、開店休業状態で、何も特にね、まあ、できなかったので、まあ、JR 東日本高崎支社の方々も非常にね、がっかりされてるんじゃないかなというふうに思います。で、横川駅、軽井沢駅に行くバスがね、このロータリーから出てるんですけれども、
ここからね、バスに乗っていく方が、何名かいるようですね。まあ非常にこの、新緑が綺麗な時期、非常にね、外出が制限されているということで、早くね、全国で緊急事態宣言が解除されてほしいと思います。